ちょっと待って、あれ、あれ？おかしいぞ、出てこうへん。うん？あれねー。あれれー。少々お待ちください。あれ？そんなに前っけ？え？なんでや。あ、いけたいけたいけた。それがかけたかった。はい、こんばんは。最初からいこう。高木さん、木ぐるみさん、ゆうやくん、よちともさん、よしむさん、高木さん、村木さん、石田さん、じずうさん、しんじさん、よしまつさん、うしのさん、ファルベアップ、ビビビさん、こんばんは。初見かどうかはともかく、今日は日が落ちて気温も下がってちょっと楽ですね。確かにちょっぴり、でも家の中が蒸し暑くて死んでます。まだ今日はすっぴんです。ご覧のようにすっぴんです。これ探してました、この曲。めっちゃ暑かったですよね。エミチーズさん、エミチーズさんやって、エミチーズさんって何？シンディさん、ファンレベアップ、ナイスです。イエイ。少量ってね、少量ちょいすぎですやって。40ちょっと？なんで腹とんのって思いながら通勤してた。ズカさんが、ん？ん？イエーイ、しんじさんやっとファンを認めてもらえた。21時半からじゃ。え、9時って言ってなかった私。え、9時半って言った？もう今日マジで私死んでるんですよ。え、9時って言ってました？9時半って言ってた？マジで？すやん、うわ、9時やと思って始めたで私は。あ、もうデイヤさん祭りナイス、ありがとうございます。え、9時半からの方がしかも私的には良かったスケジュール。私もうっかりした、やらかした、やらかしました。9時半って言ってた。ファンルーム見よう、ちょっと待って、ファンルームに入れへん。ショールーム頑張って。なんで動かんの？え、動かへんくなっちゃった、ショールーム。こっちでちょっと確認させていただきます。いいわ、さ、焼肉岩のしげちゃん、お祭りね、スープありがとうございます。暑さと色々やられております。今日は気分が、今日はちょっと落ちております。もう無理ってなっております。ほんまや、玉ねぎさんが9時半からって書いてくれてる。ごめん、もうほんまにマジでミカ今日ほんまに死んでるんですよ。すいません、今日はマジで私 pH2 pH2 なんです。そう、だからさっきラジオ配信だったんですけど、今日はもう何もできない日。
回切って30分からやり直した方がいいか。ありがとうしげちゃん。石田さんナイス、てるてる坊主ありがとうございます。ナイスです、ありがとう。 HP PH って言った、私 HP って言った。 BPM さんこんばんは。もう今日はもう無理、もう今日は無理で、やり直さない方がいい。カウントでも一回できる。もうね、もうね、やらかしましたよ本当に。グミでも食べるしかないわ。ネギさんがしっかり書いてくれてるのに。カウントクリアされへん？お腹痛い。ネギさんありがとう。ネギさんありがとうございます。レベルが上がっておる。あ、私が書かないと、私が書かんと通知こんの。なんと、あ、てっちゃんだるまさんもナイス、ありがとうございます。今日はね、死んでおります。亀谷大美香すいません、今日は朝から死んでおります。もう私のレベル2、残りレベル2です。さっきゼロやった、むしろマイナスやった。ご飯食べてレベルアップしました。ドリアおじちゃんこ、お疲れ様、いいどういたしまして。優しい、ルカさんはじめましてだって。そうか、カウントあれできひんのか。ごめん玉ねぎさん、私9時半って言ってました。もうね、自分が言った記憶もないし、もう9時やっとばかり思ってて、もう今日マジで許してください。今日本当に本当に今日私考えれなくて、何ももう終わってるんですよ今日。今日お昼 ご飯食べました。ご飯はね、ね、ラーメン食べました。お父さんが作った味噌ラーメン。ふふふやってドリアンおじちゃん笑ってる。重症、今日は重症っすね。今日は終わってます。今日はマジで終わってる。ほんとごめん、すいません。もう絶対、あ、もう9時配信しなと思って来たもんね。絶対言ってたよね、9時半からやりますって。もうほんまに終わってる、申し訳ない。自分で言ったことも覚えていない。今日は死んでます。何やらなあかんかったっけ、あとってなってて、やらなあかんことがあるんですけど、あー豚しゃぶめっちゃいいな。そう、何やらなあかんかったっけってなってるけど、やらなあかんことが溜まってまして、頭もパンクしそう。もうお腹痛い。今日はお腹痛い。ダメだ、ほんとダメだ。ユニクロ行ってな、ユニクロ行きたかったけど無理やった。ほんと低気圧なんですか今。ぶっかけうどんとひつまぶし、美味しそう、めっちゃ美味しそう。開始時間より配信時間の方が大事？配信時間の方が大事なんですか今って。23時の2回目はやめとこうやって。頑張ります、頑張る。30分、だってさっきほぼ1時間して2時間はやりたいもんね。うん、それまでちょっとやらなあかんことをあれするわ、解消させて。そう、まあ玉ねぎさん祭りナイス祭りナイス祭りナイス、
ドンさんこんばんは。美味しそうってドリアンおじちゃん。そう、てっちゃんどうしたん？何お悩み抱えてるんですか？無理しないで、ありがとう。優しい、優しいな、ありがとう。今日は死んでてすいません、本当にもう何が何だかってなっておりますです。本当に申し訳ない。30分やったら2週しかできん。玉ねぎさん、だるまさん、ナイス、100個ありがとうございます。レンジさん、ナイス、わっしょい。実習行くか行かないか。お、何の実習？シンさん、わっしょい、ナイス、ありがとうございます。いや、そうなのよ、本当に。いや、ユニクロ行かなあかんかってんけど忘れてました。本当にユニクロってなんか注文しといて、で店舗に取りに行くみたいなんてできるのかな。あ、白はやぶささん、かわいい、千個もありがとう。ナイス、白はやぶささん、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。今日ほぼすっぴんなのに可愛い、ありがとうございます。優しい。今日行った職場で、あー、実習行くか行かないか、働きたいと思いました。なんかあったから投げといて、ありがとう、しんじさん。1000個って言った、私10個で1000ポイントですね。すいません、もう見たまま言うてまう、ほんと。あー、できる、できます。え、その場合ってあれ、あれなるのかな、もし変えたい場合、サイズとかを変えたい場合って、返却みたいな、試着してから変えれるのかな。もう買ってるから無理かな。白ハウス、優しい、アイスクリームありがとうございます、いただきます、ごちそうさまです。すごい、ファンレベル20に上げた、初めてじゃん。すごい、白はやぶささん、本当にありがとう、本当にありがとうございます。やんちゃくらさんも、エミチーズさんか、ウィッツ達弘さん、いろんな仕事もあるし働きたいって。もうそれはじゃあ、いこ、実習いこ。やんちゃくらさん、やほい、エミチー。これ一回買っちゃうともう無理かな。一回買ってしまうと返却ってできないですよね、ユニクロって。できんのかな、サイズが分からなくて。そう、迷っております、めちゃくちゃ。買いたいけど一回試着しないとやっぱりダメなのかなって思って。でも店舗に行って、あの、探して着るっていう元気が今日はなかったので。そう、なので私はもう諦めて帰ってきたけど。あ、返品交換できます？じゃあサイズ何個か買っといて、で買えるみたいなこともできるのかな、ひょっとして、ひょっとして。ちょっとぴったり合うサイズが分からなくて、そう、どうしようって思ってたので。一回もう、またもうなんかやばいねんけど、出費がえぐい。そう、お衣装を購入したいんですけれども。あ、レシートがあればいいってこと。あー、まゆちゃん、ありがとうございます、ナイススタート。レシートがあればいいのか。ありがとう、てっちゃん、優しい。ちょ、なんかどうしようと思ってて、時間あるかな、下行く時間、明日ピャって行ってピャって買う時間あるかな、私。そう、すぐ買わんとあかんのよ。どうも、エミチーズです。あ、白はやぶささん、エミチーズへいらっしゃい。さすがです、白はやぶささん、もうエミチーズの仲間入りやからな。よしのりさん、よしのりさん、祭りだ、ナイス、わしょい、わしょい。すぐ買わんとあかんくって、
そうなんですよ。でもって悩んどります。ほんで結構早めに買わんとあかんから、もう買わんとあかんのやけど、というか今日行かないとあかんかったんですけど、本当は自分の私のスケジュール的にそうなんですけど、なんかこなのあのさ、難波にさユニクロあったところがこの間行こうと思ったら潰れてましてなくなっちゃってて、えみたいな、ここに前あったやんみたいな、あったとこにないんだがってなってて、で積んだと思って行けず、だから今日行こうと思ったけど、もう暑すぎて無理やこれと思って、で死んでたから今日は、そう死んでたから行けんくって、無理やもう無理帰ろうと思って帰ってきちゃって、んでお昼ずっと死んでたんですよ。で起きて、で配信したのなんですけど、だからユニクロ行けんかったのよね。そういらないのメルカリ出品したら実質さ、だメルカリで買ったらええんか、逆に逆にメルカリで買ったら安い、ひょっとして、ひょっとして、ひょっとして、ひょっとしちゃう、端っこの、そう端っこのユニクロがなくなってた。心斎橋、なんば心斎橋か、心斎橋の端っこのユニクロがなくて、と思って、ないやんと思って、で私が書いたやつも多分家にあったんやけど、ないなと思って、多分私スペインに置いてきてるよねそう多分やけど、スペインに置いてきちゃってて、いや持って帰ってきてないんやろうね、絶対にあるのにないもん、うん、だから多分スペインにあると思うんですよね、私が欲しいやつが、うわ積んだと思って、でちょっと太ってるから今私、昔履いてたやつがなんかちゃうと思って新しいの買いたいんだけど、ピンとくるものがない。22時までやるなら最終できますね、一回終わっていいですか、半分で一回終わっていいですか、22時半しまってな、考えらへん、いや無理やろ、いけんのか、私いけんのか、いけるか、23時15分ぐらいからやるんで一回35分ぐらいで終わります。タカさんほら、まあ、みんな優しいみんな優しい、ありがとうございます。ええねんで、もうそうそれちゃうねん、疲れてないの、そう疲れてないの、死んでるだけ疲れてないんですよ、ただただちょっと死んでてちょっと死んでるってなんやねんな、そうでもガチエビ中やからちょっとやらなあかんなと思って、そうちょっとだけやるわ、とりあえず私はユニクロのやつをオンラインで頼んでおいて、で店舗に明日取りに行けばきっと行けるよね、きっと大丈夫よね疲れとるわ、こうやって死んでる、たまに死ぬんですよ私なのでそうね、で明日がいけるかな、いや分からん、マジでほんまに、え分かんないな、かマジ頭が働かへんわ、どうしよう、
どうしようかな。いける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 よ、きっといける、きっといけるはずや。いいや、明日もユニクロ行くわ。うん、行こう、探して近いとこ行こう。ユニクロ試写オッケー、そうしよう、予定して。足投げ管理ありがとうございます。 お払いはしてほしい、お払いはしてほしいです。お払いはした方がいいよね、確実に。いけてないんですよまだ。そう、まだいけてないですよ。いかんとあかん。うん、まだ行けてなくて、うん、分かんない。とりあえずできそうなので、なんか今配信しとかんとな、私さ、途中で配信できんくなっちゃうからさ、多分11日で以降今しとかなと思って。寝落ちしそうな気がする、私。いや寝ないよ、眠くはない今のところ。頭が働いていないですね。やばいよね本当。じゃあ頑張るぞ。お、玉ねぎさんハートナイス、ありがとうございます。ナイスハートです。あ、おでん屋さんファンレバアップ、すごいすごいすごい、みんながアップしていってる。玉ねぎさんハート100個ナイス、ありがとうございます。でもって、そうだよ、これ言わないとあかんかって。な、6月に、6月いっぱいか、6月いっぱいに、まるちゃん製麺さんのズバーンっていう乾麺の CM を、MBS さんで、はい、出させていただいていたんですけれども、私なんと7月いっぱいもこう流れるんですよ。なんと T バーで、TVer で、MBS さんの番組を見てたら亀井大美香の、出ているズバーンの CM が流れます。7月いっぱいも流れるそうです。でなんとこの TVer 全国で見れちゃうので、今までは大阪だけで見れなかったっていう方も今回は見れてしまいます。なんとよっ、千葉でやって、あ、千葉なら見れる、お、やったやった、そう見れちゃう、てっちゃんハートありがとう。そう、1ヶ月 TVer で流れることになったので、何上手の番組を見続けていれば好きで、そうエモスト何回も出ました、マジですか、しゃ、お、小林さん、あ、はじめまして、ピンピン、いや、はじめましてじゃないのよ、いつも来てくれるのよ。だからもうね、全国で見れるよ。 YouTube とかに上がってるわけじゃないけどさ、そう、あ、やった、たまにさ、拍手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 、ありがとうございます。そのね、 TVer で見たら、MBS さんの番組を見てたら流れるっぽい。私もさ、途中まで知らなくて、はい、知らなかったので超嬉しい。今日も即バレーだって。バレたバレた、超楽しみです。だからまたみんなに見ていただけるっていうのが嬉しいですね。
もう6月で私も終わったと思ってたのね。そう、ほんまに終わったと思ってたの、ガチで。なら、あのまだなんか見たよって言われて、確かやっと今日見れたみたいな、もう7月になってから7月になってから言われて、えみたいな、もうやってないでみたいなと思ってて、 そしたらなんか後で聞いたところ、もう7月も放送されてるということで、え知らんかったと思って。ズバン3色並んでますか、どれが一番好きやった。サンライズさん、サンライズ瀬戸さん、こんばんは。全部美味しい。今見る人全身を見なければならないですね。そうですね、もはやそうですね、はい、もうもはやみんな見てくれる方が嬉しいね俺は味噌だな。お味噌？山宮さん、こんにちは、フォローありがとうございます。正義さんだ、正義さん、正義さん、よいしょ。今ほんでその告知をした後にちょっと確認を、はい、しておりましたが、あれだね、みんな、ですね、もうちょっと、もうちょっと生誕イベント来てほしいな、やっぱり。そうね、もうちょっと来てほしいな。あとお話し会、お話し会もうちょっと来てほしいな。やっぱ味噌なんや、みんな味噌大人気。米倉涼子より亀井大美香ですよって私米倉涼子さん憧れなの、本当に憧れなんですよ。絶対そんな歌がなかった。YouTube でも見れるようになったらいいなと思いながらも、味噌買ってない？私味噌あんま好きじゃなかったんやけど、今日も味噌ラーメン食べて、なんか最近味噌に囲まれてるかもしれない。味噌ラーメン（笑）そうなのよねって、そうなのよ。ちょっとお話し会、今回はちょっと皆様どうですか、対面お話し会来てくれる方はいらっしゃいませぬか。東京でございます。味噌ラーメンあんまり、豚骨とか醤油の方が好きですか。こんばんは、初めよ、こんばんは、初めよ。味噌ラーメン専門店増えてるし、味噌ラーメン最近人気ですよね、やっぱりね。絶対人気。パッパッ、こんばんは、いけるのに今からなつらいね、もう少し待ってね。ありがとう、玉ねぎさん優しい、待つ、ありがとう。リーレンのファンレベルが8に上がりました。お、リーレンさんファンレベル、あっ、今日もとてもお綺麗で安心って、今日もすっぴんなの。あ、ちょっぴりラメ残ってるけど、メイク落としてんのこれ。あ、じゃあもうシンジさん味噌ラーメンが苦手なんやね、きっと、きっと。北海道の味噌ラーメンを注文してお家で食べます、うちは最近。あ、もう35分だ。スペに見えない。じゃあ皆様、35分になったということで、一旦配信を終わりたいと思います。23時15分ぐらいに、30分ぐらいだけ死に戻ってきますね。23時半でもいい、やっぱり23時半。11時半からします。11時半、え、それずかさん、それ食べた。23時半、11時半から配信しますので、また戻ってきてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。嬉しないで、ありがとう。
優しい。でもって対面お話し会まだまだチケットありますので、もしよかったら会いに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。23時半です。多分寝てる。おやすみなさい。しに来てありがとう。ほんならちょっとランキング先読みます。13位モリリン、12位シンジさん、11位おでん屋さん、10位なべちゃん、9位江口のりこさんが年下だと知った初老の社畜8位くまさん、7位やんちくれさん、6位かしもちみつぞうさん、5位ずかさん、4位ビビビビヨロゲンさん、3位石田さん、2位玉ねぎさん、そして1位は白はやぶささんでした。ありがとうございました。上広さんこんばんは。上広さんイベント来てくれるのね、めっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。お待ちしております。ありがとうございます。上広さん、皆さんもまだ1部2部、ありますので、生誕イベントどこやアイテム、これかな、これかな、1部2部まだまだあります。一部はあと3枚ぐらい売れたら嬉しいな。二部はあと、まあ、両方3人ぐらい来てくれたら嬉しいなっていう感じでございます。はい、そうね、お待ちしております。もしよかったら一部だけの方も二部行ってみようかなみたいな、二部だけの方も一部も行ってみようかなと思ってくれたらめっちゃ嬉しいです。で、東京の方はやばい、これがね、お腹痛いんですわ私。よいしょ。バースデーイベントの後、アイリさんのイベントのゲストの後に対面お話し会があります、あるんですけども、こちらの対面お話し会結構今チケットがまだありまして、そう結構チケットが余っているので、結構そわそわしているので、もしよかったら対面来ていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。トークイベントも来てね。ほんならまた後でみんな23時半に会いましょう。ありがとうございました。お待ちしております。バイバイ。ごめんね、ちょっと死んでてすいません。ありがとうね、優しくてみんな救われたよ。ありがとう、またね、バイバイ、ありがとう。